では激辛ジョニーです。今日もみんなのシーン火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、北海道札幌市にあります村上カレー店プルプルさんにやってみました。プル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 ということで、はい、まあね、札幌といえばね、札幌発祥のスープカレーが有名ということで、今回ですね激辛スープカレーに挑戦していきたいかなと思います。こちらのね村上カレー店プルプルさんはですね2019年食べログ100名店に選ばれてまして、まあこれね食べログ100名店というものはですね、食べログユーザーがですねこのお店美味しかったよとか、そんなねレビューを、高評価の、トップ100に選ばれたものです。はい、なので、食べログ100名店に選ばれるということは、味サービスともにね、満足できるお店ということでね、非常に人気のカレー店でございます。スープカレー店です。はい、こちらのね一応ねこのカレーを選んで辛さレベルが選べるということで、まあ追加料金さえ支払えば、まあ、辛さがねちょっと無限にできるということで、今回はですね切りよく3桁の、辛さ100番、はい、100番に挑戦していきたいかなと思います。はい、非常に楽しみです。それですね行った人の感想を見ていきましょう。野菜カレー辛さ10番、大人は5番から普通の人は20番までになってたから10にしてみたけど結構辛い、汗だくというレビューが上がっておりますけれども、ほんとねなんかもう100番とかに関してはもう激辛マニア向けということでね、なんですけども、まあこれね、もし挑戦していく際にはですね、まあこう辛さレベルに合った、レベルに挑戦した方がいいかなと思います。それでは、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。あ、来ました、来ました。こちらが、納豆ひき肉ベジタブル、これ追加でちょっとねトッピングでチキンレッグを入れております。はい、あ、非常にいい香りです。はい、じゃあちょっと早速100番ですね。はい、100番、じゃあ行きましょう。いただきます。さあ、納豆ひき肉ベジタブル辛さ100番、お手並み拝見ですよということで、まずはまずねスープ、はい、スープからいきます。いただきます。じゃあちょっとスープいただきます。いただきます。あ、スパイシー、さまざまなこれカレーですかね、さまざまなスパイシー、香辛料が入って、常にあとねこの唐辛子のこのカイエンペッパー使ってるところで非常にパンチ力のある刺激。はい、うまっ。具材は納豆にオクラ、そして人参に、ひき肉、はい、あとじゃがいも、どでかいじゃがいもに、はい、あとトッピングしたチキンレッグ、はい、美味しいですね。納豆とカレー合いますね、このスープカレー。ちょっとこちらのどでかいじゃがいももいきましょう。うん、ホクホク、柔らかい。これは体の体内温度が2、3度汗をかいてきました。さすが食べログ100名店選ばれるだけあって美味しいですね。うま辛い、一応ね、これ辛さの、指標が載ってるんですけども、0から5番目まで子供まで食べれます。6から10は大人は5番から、11から20番は普通の人はこの範囲で、21から50番は激辛で、51から100番は、まあ、マニア向けということで、うん、あ、美味しいね、本当にご飯が進みますね。辛さが掴んできました。おすごい、チキンは身がとろほどけ落ちるほど柔らかいですね。よく煮込まれてます。
軽い。うん。ひき割り納豆とこの鶏肉のカレーによく合いますね。うん、まい。じわじわと口の中がしびれてきますね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。村上カレー店プルプルさんの、納豆ひき肉ベジタブル辛さ100番辛さレベルジャラララジャン辛さレベル7です。おめでとうございます。はい、いや非常にこのさまざまなスパイス、そしてカイエンペッパーの辛みが効いたね、非常にこう刺激的なカレーなんですけども、ちゃんとねこう美味しく食べられる、カレーでした。スープカレーでした。はい、まあね、これ食べログ100名店に選ばれるだけあってね、非常にこの味非常に美味しかったですね。これはもう普通にプライベートでも通いたくなるぐらい、それぐらいの美味しさでございました。まあね、これやっぱね、さまざまなこうスパイス香辛料を使ってますからね、もう全身からこの汗がこうね、毛穴という毛穴から汗が、かいてまいりました。プル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 と、はい、ツツツと、はい、で、今回ねこの納豆ひき肉ベジタブルを、紹介させていただきましたけれども、それ以外もですね、キーマカレーとか、豚角煮とか、あとねこれラム、はい、ラムね、ラム肉を使ったね青汁カレーとか、ちょっとね変化球を加えたような、スープカレーありますんで、ぜひぜひ、札幌寄った際はこちらの、村上カレー店寄ってみてはいかがでしょうか。はい、美味しかったね、はい、お腹いっぱいということで、それではね、本日も最後までご視聴できありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。